こんな時、シーカー。やっぱりクリケットは素晴らしいな。もっと多くの人に見てもらいたいんだけど、どうすればいいんだろうな。そんな時は SNS。 プロデューサー？クリケットの魅力満載の映像を SNS に投稿してバズったらみんなに知ってもらえちゃうってわけ。いやー、さすがプロデューサー。やりましょう、クリケットバズらせ大作戦。ネタは鮮度が命。バズりそうな絵が撮れたらすぐ SNS にアップしなくっちゃ。あれ、編集マンはどこですか？あ、今日の編集マンは全員局から出られないんだって。じゃあ映像編集はどうするんですか？編集自体は手伝ってもらえるよう話は通してあるから、いいシーンが撮れたらすぐホテルまで戻って、そこの Wi-Fi で映像データを編集マンに送ってちょうだい。そんな無茶な。おい、早速いいプレイいただきました。このデータをすぐ送りなさい。ホテルまで遠いですよ。死ぬの言わずにクリケットをバズらせる願いのために。ああ、もうこうなら やけだ。やったら。ただいま戻りました。お疲れちゃう。編集マンに渡してくれた動画、 SNS での初動なかなかいいみたいよ。てなわけで、この熱が冷める前にもう一本いってらっしゃい。そんな。ああ、またいいシーン。2連続でこんなの来たらもうバズってバズってバズりまくって。あ、こっちにボール飛んできたんで気をつけてください。どうしたら。ボールキャッチ。そんな時は C3 ポータル with シーカー。まずはシーカーのご紹介です。シーカーとは安全性や運用の快適さを追求したクラウドコンソールで、端末数、作業場所、制作ワークフローに縛られないフレキシブルな制作ワークフローを構築します。シーカーは専用ソフトのダウンロードは不要で、ブラウザからクラウド内のデスクトップへアクセスすることができます。デスクトップでは Adobe Premiere Pro などのノンリニア編集ソフトをほとんど通常通りに使用することが可能です。前回のウェビナーでは、クラウドデスクトップでノンリニア編集ソフトを使用可能な NLE on C か、ノンリニア編集のプレビュー、編集指示をクラウドで行えるプレビュー on C か、この2製品をご紹介しました。そして今回ご紹介するのは、シーカラインナップに新たに追加されたソニー社のクラウドサービスである C3 ポータルと連携するためのオプション。その名も C3 ポータル連携オプションです。C3 ポータルとは、ソニー社の提供するメディアレスでの素材連想サービスで、対応するカメラと C3 ポータルアプリをインストールしたスマートフォンがあれば、カメラで収録中の映像をリアルタイムでクラウドにアップロードできます。素材のアップロードや SSD への転送、ストリーミング配信も可能となります。そして今回ご紹介する C3 ポータル連携オプションは、NLE4 シーカ上で動作するオプションソフトとなります。こちらを使用することによって、スポーツ中継など通常のカメラでの収録時にスマートフォンを用意するだけでクラウド上の追いかけ編集が可能になります。もちろん専用機材の追加は不要です。カメラで撮影した映像をスマートフォンで C3 ポータルにリアルタイムに転送できます。さらに転送された映像は C3 ポータルを経由してシーカがリアルタイムに受信し、そのまま追いかけ編集を行うことが可能となっています。そしてこれらのオプション機能をシーカ上で操作するために使用するのが C3 ポータル連携ソフトです。C3 ポータル連携ソフトではC3 ポータルと連携して、会場ごとのカメラ情報の取得や、カメラの配信スタート、停止といった制御を行うことができます。これにより、現地のカメラマンは配信を一切意識することなく、通常の撮影業務を行うことができます。そして、編集マンは自分のタイミングで編集の開始、終了を行うことが可能になります。
また C3 ポータル連携ソフトは会場に設置された複数台のカメラを同時に制御することができます。これにより全国各地のスポーツ中継映像をCicaのノートパソコン一つだけでいつでもどこでも編集するといった運用も不可能ではありません。また C3 ポータル連携ソフトはプレミアのプラグインとしても動作し、自動的にタイムライン並べる機能、更新された最新部分だけをタイムラインに並べる機能、複数カメラの映像を複数トラックに自動的に並べる機能を持っています。これにより複数カメラの即時編集、例えばスポーツ中継のダイジェスト動画などをCicaa上で手軽に専用機材なしで作成することが可能です。